キー、炊飯器が炊き上げ完了のアラームを流す。ここの炊飯器の扱いにもようやく慣れてきたが、油断はでき、油断できない、機械は油断すると高熱を発するからな。高熱を発する機械なんだよそれは。油断しないように頑張って。朝はまたもう自力で起きれた。レオもその調子で頑張れ。リズムが出来上がってきたんやな。まあ大したことはしてないけど、やっぱり褒められるというのは嬉しかった。授業中。はい、ではヨッピー、カニさんの方向を向いてここを読んでください。あ、会話させるやつ。シーズノートベリークレーバー。彼女は全然賢くありません。シーズノート、このように内容が否定なので、こちらもノーで答えることが重要ですわね。え、あ、彼女は賢くありません。い、ん No, she isn't。 カニは分かってなかった。通過クソだぞ、大丈夫かカニ。ごめん、俺も分かってない。ごめん、俺もよく分かってね。祈り先生の授業は英訳が分からないとさりげなくいじめられるから怖いよな。あの人は容赦ないからね。さて、俺は部活に行くかね。せいぜい頑張るがいい。へいへい、悪いな姫、大した仕事しなくて。もともと頭数合わせでもあるから気にしないでいいわよ。そうズバッと言い切ってくれると気持ちいいね。そんじゃ。スバルはカバンを持って去っていった。それにしても、それにしても彼はひょうひょうとしてるわね。あ、スバルに興味ある？人物的にはね。男と見た場合正直どうでもいいわ。10歳ぐらいのスバル君だったら興味出たかもね。はい、10歳ぐらいのスバル君を教育したいって感じ。ヘリーの少年趣味は病気なんで、仕方していいからと目にみんなに目配せをする。みんな分かっているようだった。こいつは我関節って感じだな。そういえば伊達君って人気はあるけど、特定の人と付き合った話は聞かないね。レオ君に続婚ですから。ロッピーが恋愛話に興味を示しました。それはそういう年頃だもん。あいつは誰とも本格的に付き合ったことないよ。かといって女に免疫がないわけでもない。夜中の陸上部も頑張ってるんだよ。ベッドの上でもトップアスリートなんちで。こうしてこう放り落とした風が吹いた。キレは本当に出ていった。相変わらず自爆キャラだ。人気はあるのに誰とも付き合わない。それってさ、もしかして対馬くんとかに気があるからじゃないかな。そんな表情をここで使われても。佐藤さんがこいつ男同士のカップリングも好きだけど病気だから無視して的な視線を送った。ヨッピー、さっきから何を目くばせしてるのかな。何もしてないよ。そうかい、姫も腐ってたが。ジェイジェイ、あ、なんだ、佐藤さんが知らないから出ていったぞ。制服の上からホックを外した。こんなほとんど触れてないのに。すごいセクハラ技。俺じゃなきゃ見逃してるね。ナゴミ、彼1年でも人気あるんでしょ。伊達先輩ですか。そういえばそんな話も聞きますね。私は興味ないですけど。陸運動部女子から人気でそうや。聞いてねえよ、自意識過剰。あ、メガネバージョンもあるんや。はいはい、やるなら隅でやってね。でもそうなると本当に謎だな。つうか、姫だって人気あるのに誰とも付き合ってない。そういえばそうね、私もないよ。じゃあ対馬くん、試しに付き合ってみる？え、いいの？あ、いや、その、冗談だって。うぐですわね。人の純粋で笑うな。うせてやの、かわいいね、坊主。こんな時だけ意気投合するな、畜生。あれ、出て行った。いじめすぎたかな。そして誰もいなくなるのか。あの生徒会は好きあらば人の心を持って遊んでくる。こ
攻撃対象にならないように気をつけねば。今日の生徒会室での出来事どう思う？姫にからかわれるのはいつものことだろう。精神が軟弱だからちょっとしたことで動じるんだ。あと10分したらランニング行ってこい。精神も鍛えられますかね、ランニングしたら。うずうず抜かすな。あまり甘えるなよ、お前。厳しい。これでもぬるい方だ。乙女さんに突き放されてしまった。それじゃあ行ってきます。走っていれば嫌なことも吹き飛ぶ。せいぜいうさを晴らしてこい。俺はそんな単純にできてねえんだよ。と心の中で言っておくのさ。はっはっは。公園の方に行ってみるか。お前もランニングか、坊主。スバルじゃん、お前も走ってるの？バカか。俺は陸上部だろうが。風が気持ちいい。あれ、あそこにいるのは伊達くんと、あ、対馬くん。6月っつっても、夜はまだ過ごしやすくていいよな。海からの風が涼しいからね。あ、そういや生徒会でお前の話題出たよ。説明中。なるほど。個人の付き合いがないのはなぜか。さすが年頃の娘さんたち、他人の色恋沙汰の話は興味津々のようだな。俺とお前そういう話あんまりしないけどさ。だってお前恋愛否定じゃん。いや、俺はテンションに身を任せるのを良しとしないだけだ。同じことだろうが、バーカ。そんな感じだわ。俺のことは今はいいんだよ。聞こえない。もう少し近づいてみないと。青白い月明かりが俺たちを照らしている。物音も全くなかった。ここにいるのかやろうじゃなければいいムードだっただろう。お前はどうなの？そういうのはないの？あ、俺か。ま、好きなやつはいいよ。誰？そんなあっさり認めるとは意外だ。こいつはまさか俺とか言うんじゃないだろうな。今も何人か適当に付き合ってるけどさ。え？すまんねえ、奴らばっかだぜ。アダルトな話だな。でもそういうのに限って金払いはいいんだ。え？え？その話題は苦手だ。別にいかがわしい真似してるわけじゃねえ。デートぐらいだ。健全なもんだろ。それにしたってな。しゃあねえだろ。日々の学費を稼ぐためだ。ダメです、そういうのは。金食うせいで本当苦労するぜ。やっぱ一途なのよ、俺は。あいつじゃなきゃダメだってことがよくわかる。それ誰なんだい？あ、別に無理に聞く気はさらさらねえんだ。多分お前は知らないと思うね。あ、知らない人？そうなのか、他の学校のやつかな。それとか陸上部の先輩とか。でも意外だな、お前にもそういうのはあんのな。俺とは違う意味で冷めてるやつかと思ったぜ。冷めてるよ。そしてついでに言うなら、おめえは冷めてない。冷めているふりをしているだけだ。どうだろう。とにかく誰かは知らないけど頑張れよ。応援してやんから。人の心配よりてめえの心配してない。言われると思った。生徒会に入ってしばらく経過して、その胸の内はどうなんだ。ああ、どうだろうな。お姫様とはからかわれているだけだ。相手にされてね。よしとは。あいつも美人だろ。あれは将来すげえいい女になると思うぞ。向こうは向こうでな。性格に問題がありすぎる。あんなきついのと付き合ってたらハゲる。乙女さんは鬼教、鬼軍曹と神教で、神兵といった感じでしかない。ドキドキ。ああ、祈りちゃんは。あの胸はなかなかのもんだろう。先生と生徒しかないな。ヨッピーなんかどうなんだ。え、佐藤さんって誰かと付き合ってる人、誰か付き合ってる人いそうじゃね。そうかな。わからん。だってあんないい人普通ほっとかないだろう。あれだけの美人揃いで贅沢なことだな、親友。なんか俺はお前たちと遊んでる方が気楽でいいや。俺もそんな感じだぜ、今はな。海風が吹く。じゃあ帰るか。そうだな。どうせなら走って帰ろうぜ。俺のスピードについてこれるかな。上等だ。うん、なんだかんだで帰りも走ったからいい風、いい汗かいたぜ。さっさと風呂に入るか。あー、またですか。お前、私に変なキャラを定着させる気か。どんなキャラがいいですか。いい加減一人暮らしの感覚から抜け出さないと。人入っとったら分かるもんやけどな。授業終了っと。執行部の扉を開ける。中には一人しかいなかった。
言おうかに、うん、気持ちよさそうに寝ているな。普通に見たら可愛い寝顔なんだろうけど、俺にはただのバカにしか見えない。他の奴らはいない。しょうがない、車でカニで遊ぶか。姫が飾ってある、姫が飾っているフィギュアで唇をつつく。よし、フィギュア釣り成功。俺の拳が入りそうなくらいでかいあくびだな。試してみた。やっぱり無理か、入るかなと思って。入んなよ、もう外れるかと思ってさ。それくらいわかるだろボケ。体格差がありますからね、口悪いよな。俺たちとつるんでるからこうなったわけだが。あれ、他のメンツいなくね。ああ、まだ来てないみたいだ。だったらいいや、今日は帰ろう。カラオケ行こうよ。あとでフカヒレとスバルも呼んでさ。いや、顔を出しておかないとまずいだろ。おいおい、いつ洗脳されました少年。僕らフリーダムな人間じゃん。組織とかそういう枠組みにとらわれない。腹が減れば食い、遊びたければ遊ぶ。それがてめえ、どういうつもりであらしゃいますか。これは姫と一緒にいいじゃないの。あ、姫に怒られたくないだけだ。なんだ、姫にいいとこ見せたいってわけ。まあ正直それもある。姫はやめときなって。釣り合いってのがあるんでしょ。ちょっと身のほどわきまえろや、ドリーマーが。それとも何ですかね、小さい頃に何か得体の知れない約束でもしてフラグが立っているとでも言うんですかね。そんなあった、なもんねえよ。だったら諦めな。むぅ、あれ、もういたんだ。早いね、二人とも。てかクラス一緒やから授業終わんのも一緒やから。また喧嘩でもしてたの。できることとできないことを教えてあげてたんだ。まあこの人だったら別の仕事があるもんで遅れるっていうのは不思議ではないか。カニッチはさ、よく男の人相手にそうズバズバ言えるよね。こんなもん慣れですよ。慣れか。じゃあ私は彼氏も男の子の幼馴染もいないし無理だね。慣れっつうか本来の性格のような気もするが。今なんか彼氏いそうってレオ君がさ昨日の場に撮ったから、あえてさ彼氏がいないしっていう感じでアピールしてきた。大陸武道祭の格闘トーナメントエントリーしたそうじゃないか。マナ頑張るぜ。僕とお前がどこで当たるかはわからないが、それが事実上の決勝戦だと思ってる。楽しみな勝負になりそうだ。それは嬉しい言葉だね。ほら、駅はあっちだ。分かっているが、妹たちから買い物を頼まれたな。兄としては苦労する。12人の妹ってのは大変だな。大変だな、普通にプールに難儀している。よかったら紹介してやろうか。それは心から断る。じゃあな、たとえ美人でも俺は年下の趣味はねえしな。あ、お姉さんの方がガチャ。ん、相変わらず酒くせえ家だな。ああこの靴はまた女連れ込んでやがる。やだやだ、恥も外聞もないのは。ああ、スバル、てめえ挨拶も言えねえのか。また外に行くんだよ。てめえは女がいいんだろ。さすが俺の血が入ってるだけあって不良だな。え、認めるんやな、自分のあれ血って。あいつ死にやがる。あのゴミの血が流れてるって、ああ考えただけで嫌になるよな。卑屈な気分になる。冗談じゃねえ、俺の心はズタズタだ。親は選べないってのはよく言ったもんだ。これも今後なんか関係してくるのかな。で、 B 組の遠野ってやつが A 組のクー、まあ西崎のことね、告白して振られたらしい。なげに西崎さんも不思議な魅力あるからな。胸も結構大きいし。え、そうなの。しかし振られたとは気の毒にね。他人の不幸を楽しそうに恐るべしダメ人間。どうしたシバル、口数が少なくないか。いや、いいんだ、楽しんでるぜ。これでいいんだよ、俺は。ん、変な圧。はっ、言ってろ。こうしていつもの夜は更けていく。あ、だからあれか、
なごみが不良に絡まれて今俺はイライラしてんだって言ってんのも言っとったもお父さん絡みなんかな。晴れた日の早朝トレーニングは気分がいいな。心も爽やかだ。さあ朝だぞ、起きろ。え、あ、二人で寝てる。爽やかな気分が一瞬で壊れたな。う、誰かが俺を呼んでいる。乙女さんか。う、おはよう乙女さん。聞きたいことが二つある。どっちから。一つはなぜ私服のまま寝ていたのだ。ああ、勉強してて眠くなっちゃって、この服別に外行けじゃねえから大丈夫だよ。二つ目はなぜお前の隣でカニサワが寝ているのかだ。よくあることですよ。隣を見る。隣でカニがすやすやと寝ていた。うわ、またかこいつ。また大方深夜番組で怖い映画でも見てたんでしょう。このカニはそういうホラー系が全然ダメで、一人で眠れなくなる時がある。まあ本人はそんなんで怖がってねえよとか否定するんだけどさ。だからといって普通お前のベッドに来るか。親とかいるだろうに。こいつ親に出がらしとか言って邪魔気にされてるからな。まあ大体は分かったが、まったくどういう関係なんだお前たちは。幼馴染。ん？まあ幼馴染ってのは鉄板ですよ。おはようございます。先生、もうすぐ朝のホームルームが終わる時間なんですけど。電車が混んでまして。ここで電車が混んでても遅刻は関係ないだろうというバカは、いうのはバカか姫のどっちか。のり先生に身をつけられるけ。両名館ではそんな風に空気を読むことも教えてくれるのである。そのことは置いといて、今月末に迫る体育武道祭の特別行事が決まりました。やった。おー、ついに。去年は騎馬戦だったからな。武道祭じゃないじゃん本当の。うん、あれは面白かったね。ちょっと面白そうやな、それは本当に。今年は何だろうな。有名館名物、男女ペアの二人三脚リレーだそうですわ。なんだ普通じゃん。相手走者への妨害が自由という点で、すでに普通ではありませんもんね。どうやって。特別行事は点数が非常に多く割り振られていますが、合計3000億ポイント。非常に多すぎやんか。それは館長が豪快なので数字も豪快だ。標的である2の A の印を上げるには絶好の競技ですので、気合を入れてメンバーを選びましょうね。何千億ポイントって言われたら他のポイントも高くてインフレしとるだけなんかな。放課後、結局二人三脚のペアは投票で決めることになった。この文字は。皆さん、字はもう少し綺麗に書いてくださいね。こんな雑に書かれた。先生、この投票用紙、人物名にバカって書いてあるんですけど。男子ならフカヒレさん、女子ならカニさんの有効票ですわね。そうなの。エリー、伊達くん、カニッチ、エリー。ふぅ、集計終わり。はい、みんな静かにして。投票の集計が出たよ。委員長の佐藤さんがパシパシと手を叩く。だからそう簡単にダメ人間が揃ったうちの教室は静かにならない。静かにしないと帰れないよ。これを言われると弱い奴らが多い。次第に教室が静かになっていった。じゃあ二人三脚リレーに参加する6人のメンバーだけど、まず一番多かったのがエリじゃなくてキリアさんと伊達くんのコンビ。めっちゃやれやれ、別にいいけど。投票理由は敵を殺してくれそうだから、血祭りが見れそう、ムカつくやつらを葬ってくれそう、などなど。シンプルに強そうやな。まあね、そこは否定するところじゃないの。なんで満足そうなの。おい大変だ、俺そんなイメージで見られているらしいぞ。何を今さら。一般人からビビられとるやん。次は稲栗くんと浦賀さんコンビ。これは二人とも運動神経を買われてるね。え、グリは運動神経いいの。緊張するやないか。実は気小さいんやん。いや、イガグリって名前じゃないんだけどな。
伊賀グリオでしょ。いいじゃん、その頭で女騙してるんだろ。俺ショート守ってるんだけど、今度全国大会に行くんだとか言ってさ。そんな不純な真似はしないべ。で、最後は蟹沢さんと対馬くん。なんと、その名は平城京。なんで俺やねん。運動神経いいけど、こいつ並じゃん。なんか運動神経、チームワーク的なあれ、あいいようにもらっとんの。ヨッピーのボケがスルーされちゃった。なんと、710年にかけた年代ギャグが。分かっとるけど。口に出して言わなくていいから。なかなかいい夫人ですわね。英法にかなってますわ。そうかな。というか佐藤さんに質問、俺と管理人なんでこんな票が入ってるんだ。普段から仲良し小良しね。息が合ってそう。そう見えるのかよ。だって投票理由にはみんなそう書いてあるの。あ、理由も書かれるんや。一緒に投稿してればそう見えますわよ。不満だね。こいつきっと僕の足を引っ張るぜ。今週の面前で告にされてたまるか。つうか身長差ありすぎてうまく走れねえよ。感情に流されないようにネヒルに反論。だぞ、この薄めとおかち。ここで喧嘩したらダメだよ。カニッチは毛並みも良さそうだし、カニッチにかけるわ。賭けもしたらダメ。それじゃあ私は志麻さんにかけますわ。先生もかけちゃダメでしょ。先生も一緒にかけしたらダメですよ。このクラス無法地帯とか言われてるんですよ。ところで対馬かける伊達に投票したの私だけ。あ、対馬くんが先なんね。伊達かける対馬じゃなくて。エリー一人だけだったよ。カップリングじゃないんだから。物の哀れがわからないわね、みんな。はい、もう次行きます。走る順番ですけど。その頃2の A では、それじゃ二人三脚の走者はこれでいいかな。2の C あたりが僕たちのクラスを目の敵にして攻撃してくると思うが、正々堂々頑張ろう。そして勝負には絶対勝つ。どういうふうなあれで演目にね、どういうメンチですか。なんでも村田くんと西崎さんと素直ちゃんしか出てきないから、まあ、この3人確定で出てくるの。あとはモブかな。2の A の連中も妨害してくるはずですが、その時は私が許可しますわ。何を。どのような手を使われても構いませんから、派手にバラしちゃってくださいな。そんなこと言っちゃダメですよ。あのいいこぶってるやつら血祭りだ。競技中の事故は合法だもんね。そうとも限らんぞ。過激な学校ではない。こここうして勝負に勝つ貪欲さを学ばせるのが教育方針らしい。やらなきゃ意味ないよって。焼肉食い放題。そうですわ。二人三脚で1位になれればレースに出る皆さんに焼肉を贈ります。マジか。ん、なんで先生はそこまで勝敗にこだわってるんです。稲荷先生はね、他のクラスの担任と賭けをしているのよ。先生同士でもやってるの、ね、今まで煮え湯を飲まされてきた二の A の担任に勝ちたいんだって。それはまたえらく私的な理由ですね。なんせ旧敵と決めつけてるぐらいだからね。勝てば雪辱を晴らし人財産、つまり焼肉というわけ。勝手にやってくださいって感じですね。まあこの人にしたら関係ないわ。カルビ食っていいか。もちろんですわ。お前は出がらしだから気持ちだけとかないね。そんなんあるの。よし頑張ろうぜレオ。焼肉なんて俺たちと食ってるだろう。高級とついたらまた話は別だわな。ニヤニヤしながらこっちを見るな。というわけで6月17日ここで一旦終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。